名優、岡崎二郎の息子として知られる岡崎玲、岡崎玲さん。事件を起こしたことで表舞台からは姿を消しましたが、現在はどうしているのでしょうか。結婚しているのかどうかも気になるところ。何度か親子で映画共演するなど、岡崎二郎さんも協力していただけに、俳優業の廃業は残念に思えてなりません。目次、岡崎二郎の息子、岡崎玲の現在、岡崎玲は結婚している。過去に親子で映画共演していた。岡崎二郎の息子、岡崎玲の現在、持ち前の精悍な顔立ちで東映や日活で活躍した岡崎二郎さん。主人公の弟分を演じることが多かったこともあり、多くの名優が目をかけた俳優の一人。映画界の大スター、鶴田浩二さんも、最後の弟子、として大変可愛がっていたそうです。そんな岡崎二郎さんを見て育てば芸能界に興味を持つのも自然なこと。後に息子も、岡崎玲、として俳優業を行うようになります。なお、岡崎玲さんの本名は、倉岡宏行。つまり芸名に父親と同じ名字を使っているんです。親の七光を利用しているように思えてなりませんよね。デビューして以降、和元の映画に出演していますが、活動の中心は V シネマ。それも脇役での出演ばかりだったようです。ただ、V シネマといえども立派な仕事に違いありません。全く仕事がない俳優からすれば恵まれていると言えるでしょう。ですが、岡崎玲さんにすれば父親のように注目を集めることができない状況に鬱憤が溜まっていたのでしょう。そして2007年9月12日に映像プロダクションのプロデューサーをナイフで刺すという事件を起こしてしまいます。まるで V シネマのような出来事を現実で起こしてしまった岡崎玲さん。その後、殺人未遂で逮捕されると懲役2年6ヶ月、執行猶予4年という判決が下されます。このような事件を起こしてしまったからには表舞台で活動することはできません。2009年からは劇画作家として活動しているようですが、調べてみても作品や手掛けたイラストなどを見つけることはできませんでした。そのため2021年現在も劇画作家として活動しているかは不明。ただ、どのような仕事に就いているにしても真面目に働いていることを願うばかりです。岡崎玲は結婚している。1978年生まれで2021年時点では43歳となる岡崎玲さん。年齢的には結婚していてもおかしくありませんよね。ですが調べてみても結婚しているかどうかは分かりませんでした。そのため俳優として活動していた時期は独身だったことは間違いないでしょう。もし結婚していればニュースになっているはずですからね。また、岡崎玲さんが芸能界から離れたとはいえ、父親は名優の岡崎二郎さん。息子が結婚していれば何かしらのコメントをしているはず。岡崎二郎さんのファンの多くが息子のその後を気にしているでしょうからね。そのコメントもないということは2021年時点でも独身の可能性が高そうです。おそらく過去に起こした事件が私生活にも影を落としているのでしょう。いくら頭にきたとはいえ、人をナイフで刺すなんて普通はしませんよね。もし交際している女性がいたとしても結婚をためらってしまうのも無理はありません。過去に親子で映画共演していた。2001年の映画、親分はイエス様で親子共演している岡崎二郎さんと岡崎玲さん。その他にも2003年の劇場版狩猟への道や2004年の新日本の狩猟でも共演。ただ、仕方がないことですが、役柄は岡崎二郎さんの方が上。岡崎玲さんは脇役での出演ばかりとなっています。
もしかすると同じ映画に出演しただけで同じシーンへの出演はほとんどなかったかもしれません。それでも映画で共演したということには違いはありませんが、ひょっとするといわゆるバーターでの出演だったのかもしれません。あくまでもメインで出演してほしいのは岡崎二郎さん。脇役に空きがあるから岡崎礼さんに声がかかったという可能性もありそうです。ただこうした端役で経験を積み人気者となった俳優も少なくありません。きっと岡崎二郎さんも息子にそのような俳優になってほしいと思っていたはず。その期待を大きく裏切ってしまった岡崎礼さん、親の顔に泥を塗るとはまさにこのことですね。